アップル iPod Touch iPod Touch iPod Touch とは、アップルが開発、発売していた iPod Touch 第一世代目のモデルである。初代 iPhone より、携帯電話ネットワークを介しての電話、インターネット機能を削除したタッチスクリーン機器として2007年9月5日に公表され、日本では2007年9月22日より出荷が開始された。 これまでの iPod にはないタッチパネルを搭載し Wi-Fi に接続して iTunes Music Store、Safari でブラウジング、YouTube を見るといったことができる。またアップデートによって内蔵のアップが追加されアップストアが追加されてからはアップをインストールできるようになった。ミュージックでは本体を横向きにするとカバーフローが表示され、 他の iPod ではホイールで操作したのに対して本モデルでは左右にスワイプしたりタッチ操作ができる。これまでの iPod のように外部ストレージとして利用することはできない。iPhone との違いはスピーカー、マイク、ボリュームボタン、カメラ、GPS が搭載されていないことである。位置情報サービスは周辺の Wi-Fi アクセスポイントからおおよその位置が割り出され表示される。 周辺にアクセスポイントが多ければ精度は向上する。iPhoneOS ソフトウェアアップデートを iTunes 経由でアップデートできる。アップデートはメジャーアップデートごとに優勝。iPhoneOS 1.1が出荷時に搭載。3.1、3までアップデートできる。アップデートは PC の iTunes を使って行う。初期セットアップも iTunes に接続して行う。 ありがとうございます。